きますが、一番最初にちょっとアップデートに僕やっていきます。始まる前に先に言っときます。OK。はい、ということで始めていきましょう。よろしくお願いします。お願いもう一度、もう一度。
24年間がダンスをずっとやってきて、一番思うのは人の目を気にするほど無駄なことはないなと思います。だから何千回失敗してもいいです。それを思い出すたびに恥ずかしくても全然いいです。先生もそんな失敗いっぱいあります。みんなもこれから先大きくなっていけばいくほど今怖いっていうものが何倍も怖くなっていきます。でもこれは自分の中で勝手に怖いって想像しちゃってるだけだから一回捨ててください。 OK？ どんなにうまくいかないでもダンスをやめなければ必ずできるようになるんですよ。必ず変わる日があるから。今日までの時間で、うまくいってる日もいってない日も、絶対無駄な日はないと思います。で、あの人がかっこいいな、あの人が羨ましいなって思う瞬間山ほどある。先生たちもずっとありました。でもその子たちが今ダンスをやってるかって言ったらやってない。その人たちが今世界一になったかってなってない。だから先生たちは今日までやってきた意味がある。やっぱりダンス一生懸命やってるから悩むことっていっぱいあると思うので、悩んだ時は先生のこういう話だったりとか、存在を思い出してくれるといいかなと思います。今日は本当にワークショップに来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。Run that back, man.